遠いところから、取り寄せたっていうかね、これ大事な糸なんだけど、これ、これは縁結びの糸、出雲大社っていうね有名な縁結びの糸の神社のやつ。これは友達、恋愛、家族、あとは、仕事仲間とかいい縁を結びつけてくれる全体のやつなんだけど、これキャリーちゃんにプレゼントするね。ありがとう、めっちゃ嬉しい。これ最後の1個だけ。本当にいいの、どんな時も外さないでほしい。じゃあつける、どっちがいい？あ、左にしようかな。ずっとつけとくね。めっちゃ嬉しい、まゆちゃん。これどこ、遠くってどこまで行ったの？あんまり入れないかな。まあ、六本木かな。全然気持ちがあるし、まあ、でもあんま六本木とか行かないから。あ、そう、なかなか行かないよね。私も六本木実は行ったことない。え、どう？え、かわいい。かわいい、よかったら見せて。まゆちゃんからみさんがもらいました。見えるかな。まゆちゃんありがとう。あ、ブーくんありがとう。これ大切なものだから、友達だったらね、絶対、やっぱ本当の友達だったら何があっても捨てないと思うから。もちろんそんなことしないよ、大切にするね、まゆちゃん。ちゃん大好き、ありがとう。まゆちゃん泣かないでね、私はずっとまゆちゃん大好きだから。まゆちゃんとどんなことがあってもずっとこのミサーがつける。ありがとう。喧嘩しても絶対外さないでね、これは本当に運気がね回ってくるから。そんだけ願い込めて、これがね、切れた時に願いが叶うから。すごい。私願い叶ったから。そうなんだ。すごいいい人なんだね。可愛いし。めっちゃ嬉しい。大切にするね。ありがとう。可愛い。じゃあみんなに見せよう。よかったらミサンガナイスお願いします。ミサンガナイスお願いします。見えるかな。ミサンガナイスお願いします。ミサンガナイスお願いします。あ、428ナイス、ありがとう。お揃いのミサンガプレゼントしました、キャリーちゃんに。ミサンガです、まゆちゃんからプレゼントしてもらいました。なんか私ありがとう。そう、いいえ、こちらこそありがとう。あ、すごい増えてる、ありがとう。そう、私、手がクリームパンみたいって言われる。よかった、ぴったしでね。きつくないでしょ。きつくないよ。よかった。よかった。別にいいじゃん、大切な人にしかあげないんだよ、これは。これね、島根県か六本木行かないとこれはね、もらえない。島根の、そう、本社は、そう、あ、本社がそこにあって、それが六本木にも糸が売ってある。そう、チェーン店みたいな、六本木にあるサブみたいな。でも効力は一緒だからね。そう、有名だよね、この糸って。
私は仕事 うまくいきますようにって言ってて韓国で切れたの糸が、これ2本目なんだけど、あ、そうなんだ、で韓国でバズった、すごい効力あるね、そう、私どんな願い事にしようかな、言っちゃいけないんだよ、言っちゃいけないんだよね、そう、そう、私叶ったから言った、おー、うん、願い事言っちゃいけない、神社とかお願い事したことは言っちゃいけない、叶わなくなっちゃう、あー確かにそういうね、うん、まあいろいろあるけど、うん、なんか言ってくればいいじゃん、うん、って思っちゃうけど、あ、皆さん最後にナイスお願いします、ちょっと感想なんで、私の枠はもう終わっちゃうんでお願いします、447ナイス、暴露って何、暴露キャリーに巻いてんでしょ、このぶっといアプリ、ぶっと腕とかやってる、するのなくない、見た目のこと、私見た目のこと一言も言ってないよね、みーこの言ってたことに対して、おかしいことはこういうのおかしいよねって言ってただけだよね、ドッグラン行かないで寝てドッグラン行ってきましたって言った、もうそれ言ったやん、もうなんか気に食わないから友達の暴露とか最低だね、いやでもその枕はもう、うん、キャリーちゃんなんかね、うん、前に配信で言った、うん、あの知られてる、そうそう、うん、で前ちゃん友達だからそんな悪くも言いたくないけど、そんな悪くも言いたくない、いちいちなんか見た目のこと言うの違くない、わざと言ってるね、アンチの人、わざと、もうその暴露したんだよ前に、前があの連れて行きましたっていうパフォーマンス前に、それも暴露してるから、わざと言ってない、知っててそんなことしたのって、嘘ハトも信じるとか、まあでも前のリスナーさんも言ってるからな、こればっかりは、うん、私なんか言ったか、なんか言った、私ミーコに対してなんかマイナスになるようなこと言った、なんか下げること言ったかな、まやちゃん言ってないよね、何も、キャリーちゃんにミサンがあげるの別にいい、それ私の勝手だろ、なんなんまやちゃんの、 なんでまやちゃんの、なんなん、友達やろ、私もまやちゃんの友達だから、でもみーこちゃんもまやちゃん友達だから、私何も言ってないじゃん、友達の友達にそんな言わんやん、気持ち悪い正直言ってること、
私ミリコに言われた、彼氏作るなって。キモ。なんかちょっとセフレならいいけど彼氏はダメって言われた。え、何がしたいあの子は。あの前を独り占めしたいからって。気持ち悪いんだけど。正直彼氏作っちゃダメって配信外で言われた。い怖いわ。でもその分私とな彼氏と同じぐらいあの関わるんだったらいいよって言われた。だからさっきもお金じゃなくていっぱいご飯おごってほしいって言ってたんじゃない。 イコールまゆちゃんと何回もご飯行けるから。お金じゃなくてご飯だったらまゆちゃんと会えるし。いや好きすぎるんだろうな、まゆのこと。いや彼氏作るのはきついね。だってさ今みあのキャリーちゃんとコラボするタイミングで発狂してるってことはそういうことかも。うん、それは思った、うん、だって溜め込んでるんだったら別に昨日言ってもよかった話じゃん、うん、そう。それをなんで今だって。キャリーちゃんとコラボした瞬間にミーコがなんか怒っちゃった、うん、このタイミングっていうのがおかしいんだよね、そもそも、うん、まゆちゃんのこと好きなら困らすようなことするなよ。あ、リーちゃんありがとう。シンカありがとう。3分だと感想終わるんで皆さんちょっと最後にナイスお願いします。あの私間違ってない、じゃあまゆちゃん間違ってないよって思った方ちょっとナイス押してみてほしい。ちょっと どれぐらい増えるのかな、どれぐらい増えるの、私間違ってないよって人ちょっと押してみてほしい。どれぐらい増えるのか。あ、5ナイス増えた。あ、479ナイス?あ、20ナイス増えてる?あ、え !488? 嘘でしょ?あ、490! え、じゃあ私間違ってないの?やっぱり間違ってないよ。え?どう考えても本当に間違ってない。私間違ってない。中立な立場で見てもこれ間違ってない、まやちゃん。え ?496? 嘘でしょ?え、私間違ってないの。間違ってないよ。間違ってないぞ。あ、匿名さん。匿名さんは本当にあの中立の人だから。そうでしょ。あ、500ナイス。まゆちゃんのアンチが向こうで言ってるだけでしょ。あ、そうなんだ。だアンチがこれでガンガン言ってくるから私間違ってんのかなって思ったら40ナイス増えてるからね。嘘でしょ。おかしくないよ。どこまで増え続けるのこれ。どこまで増え続けるのこれ。じゃあ私、うん、そっか。もうまるちゃん十分やってるしね、気持ちで。友達に金額求めるなよって。509ナイス。ありがとうございます、皆さん。あと1分で終わるんで、ちょっと全力でお願いします。次、キャリーちゃんの枠で。キャリーちゃんもう、あ、そうだね。好きちゃっても。そう、うん。次、あの、キャリーちゃんの枠なんで、今日の、今日分のナイスを押しといてほしい。キャリーちゃんだよ、キャリーちゃん。あ、コメントしていい?うん。あ、キャリーちゃん今からコメントするから、そっちあのキャリーちゃんよかったらこれキャリーちゃんフォローしてもらって、通知とか、うん、うるせえ花吹子、お前ブロックね。私遠隔ブロックしまくるからね、悪いけど。あ、フォローありがとうございます。
じゃあ皆さん最後にナイス押しといてね。511ナイスありがとう。ハローありがとうございます。次はあのキャリーちゃんの枠でやるんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。また来る、キャリーちゃんの枠で。キャリーちゃんじゃあ、あの、うん、あー、ありがとう。ケーキ特命さんナイス。午前0時を過ぎたら、ありがとう。ケーキ内中。キャリーちゃんの枠いけます。ケーキ、54個目かな、今月54個目です。ありがとう、ありがとうございます。じゃあまたね。